ちゃんです。シェリーレルゼおいやっぱバカ雰囲気やん。今年3人初めて揃ったな。え、もう応援が行く早い早いもう応援が行く。 Rocks on you ララ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 ラコトゥリオマルコトゥリオマルコ、トゥリオ、マルコ。変なやつよ。最高じゃん。ずっと手振られてんじゃん。さあ、始まりました。紫魂チャンネル。始まりました。よいしょ。行きましょう。行きましょう、今日も。今季初の、はい。3人で、サンガスタジオも来ました、はい。やっと揃いましたね。はい。本日は、J1 リーグ第4節、京都サンガ FC 対横浜 F マリノスの試合をお届けしたいと思います。やっ、はい、来ました。いやー、京都はね、はい、昨日ぐらいから、ちょっと暖かくなってきまして、はい、ちょうど今、過ごしやすい気温で、今日ちょっと雨予報なんですけど、うん、はいはい、まあ、ね、徐々にサッカー日和というか、応援も、観戦もしやすい気候となってきました。うん、そうですね。そしてね、サンガ、前節、今シーズン初勝利やったー。なんとね、川崎戦叩きましたんで、はい、今日はね、2戦連続で強敵のマリノスさんを、うんうん、京都に迎えて、はい、一戦です。ホームでね、うん、初勝利、今日行きましょう。そうです。で、前節ね、ちょっとメンバー入れ替えて、松田選手がね、かなり活躍してくれたんで、はい、今日もぜひ期待したいと思います。いや、天馬お願いします。今日は、はい、天馬スタメン発表ですね、これ。まあ、そうですね、マリノスさんはね、今週水曜日にACL の準々決勝をね、戦ってますんで、おそらくは、ターンオーバーの可能性、まああるんじゃないかなと思ってるんですけど、うんうん、まあちょっとスタメン出てないんですけど、うん、まあね、マリノスさんはね、どの選手が出てもね、いいサッカーしてくるんで。そうですね。どの選手も質高いですからね。はい、攻撃的な選手、たくさんいますんで、守備はね、前節、無失点で終えれてるんで、うん、粘り強い守備と、うん、ね、そういう選手は最後ね、やってくれると思うんで、はい、今日はもう守備っていうところにもね、フォーカス置いて今シーズン行くと思うんで、ゼロっていうところにこだわってやっていってほしいと思います、はい、ということで、スタジアム行きます。雨降りそうなんで行ってきます。はい、はい、行ってきます。で、まっちゃん、豊川のタオル買いました。あ、買いました。ちょっとみたいですね。ついつい、はい、豊川愛がすごいですね。はい、ということで、またスタジアム行くぞ。行きましょう。勝つぞ。恒例のサンガガチャです。はい、1人1個ね。さあ、まっちゃんは誰狙いですか？そんなん言わんでももう決まってますよね。もう見えちゃった。嘘、見えちゃった。はい、ボルネルハーン。うわ、キーパーやん。さっちゃんが当てなくてんやん。俺が当てなあかんやつや。クソになる代表。調べてみます。はい、まさやねん、誰当てたいんですかね？僕は今日、佐藤今日。今日佐藤今日。おー、いいっすね。とある方に500円で売ります。うわ、転売屋や。転売屋でした。はい、行きます。塚川新加入選手ですね。じゃあ狙いはあっちゃんは？僕はもちろんキーパーです。キーパー、はい、キーパーだと誰でもいいの？誰でもいいです、はい、まあ出てないクソイン選手だって嬉しいかな。クソイン、いいね。いきます。はい、あ、ユース上がりの飯田選手ですね。飯田初キャラ登場です。はい、ありがとうございます。安西来た。
ちょっと待って、スタメン言ってマジで。スタメンお願い、マジで言って。読み上げて。グッソンユー。後ろは4枚変わらんけど、左が、佐藤。あ、ほんまにスタメンよ。今日スタメン、うん、おそれ以外は松田天馬、普通変わらへん。マルコ・トゥーリオ、原、豊川。あ、なるほど。トゥーリオ真ん中。ベンチは三沢、宮本、トイチ。トイチおるやん、ベンチ。おー、じゃあもう早速交代しようか。福岡、安西。宮吉。宮吉。ほら、言ったよ、宮吉。言って。安西もいたやん。聖人宮って。ゴール、ゴール、ゴール。宮吉。トロロ丼買いました。牛タントロロ丼。はい。豊川選手。はい。牛タントロロです。僕前食べました。え、食べたん？食べたよ。いや。僕は。やっちゃったか。川崎壮太のガッツリスタミナ丼。ガッツリスタミナの。いただきます。うわ、めっちゃうまそうやん。あ、乗っかったるわ。はい。え、これでも全部1300円やった？いや、なんか飲み物は700円ぐらい。僕は一味選手の炙りサバ寿司。うん、そう、はい、寿司。うまそうやろ。渋いとこ行くね。うお、渋いね。炙られてますよ。うまそうやな。あ、ゴーゴーゴー！ゴーサーゴー！ゴー！
ということで、試合が終わりまして、結果はどうでしたか？負けました。負けた。何対何だったっけ？3人。いや、惜しかったねー。ちょっとまず、前半から行きましょうか。うん、ちょっといろいろありましたね、この試合。はい、うん。前半、まず、8分9分ぐらい?5分にね、はいはい。まあ、アッピー選手が持ってたところ、あれちょっと映像見てないんでわかんないですけど、ちょっと滑ったのか、うんうんうん、アンデルソン・ロペスにちょっとか、うん、ちょっとね、取られて。奪われて、中野フリーでしたね。そうですね。水沼選手に決められました。決められました。前半5分。ちょっとね、早かったですね、失点が。失点早かったですね。うん、なんかその、前半、失点するまではめっちゃ良かったのに、コーナーとかもあって、はい、攻め込めてただけに、ちょっともったいなかったですね。うん、そうですね。はい。で、失点した後ですよね。いや、ちょっとね。3分後。はい。前半8分。アピ選手がね、ちょっと退場してしまいましたと。退場しました。はい。ほんまに、8分っすよ。早すぎ。パッて時間見たら、8分。あと82分、1人少ないんかと。そうですよ。しかも1点取られてるしね。ねえ、いやー、今までの3がやったら1人少ない状況で、なかなか点取るっていうのがなかったんで、うん、やっぱちょっとこれやばいかなと。うん、思った矢先に2点目取られたんで。アンデルソン・ロペス選手に前半33分やられましたと。はい、うん、もう1人ね、かけた状態で 0-2 です。うん、もうちょっとね、まあ応援、もちろん諦めず応援はしてたんですけれども、うん、ちょっとね、もうきついなという、なかなか。うん、そうでしたね。まあチャンスね、何個かあったんで、はいはい、1人少なくなっても、カウンターでこう、相手の陣地に攻め込むっていうシーンあったんで、うんうん、あとは決めきるだけあったんですよ。原選手のキーパーと1対1になったシーンもね、うんうん、それていきましたけど、うん、惜しかったな、うん、コーナーキックも何本かあって、うん、これちょっといけそうやなって言ったところに、うん、来ました。来ました。佐藤選手、もう、来ましたね。今日ですよ。なんであそこの位置にいたんかなって。確かに、フォワードでしたね。すごい位置にいました。めちゃめちゃ迷ったな。うん。で、キーパーと一対一になって、うん、ね、ニアをね、しっかり落ち着いてました。うん。ズドンと決めた、ね。はい、初ゴール。おめでとうございます。おめでとうございます。めちゃくちゃ良かったです。うん。その流れでね、うん、一気にね、3がいけるんちゃうかと。そう。なりましたね。その、佐藤京選手が決めた3分後ですね、はい、前半48分、はい、アディショナルタイム、アンダー23日本代表に選出された川崎颯太選手が、はい、セットプレーからコーナーキックからでしたっけ、コーナーキックが原選手が合わせてキーパーが一度弾いたところを川崎選手決めました、ありがとうございます。これで一気にね、もう勝てると思いました、うん、いやマジですごい、いやもうやっぱキャプテン頼りになりますわいやよかったね、本当に一人かけて、2-0-2から2-2にするっていうね、うん、前半で。すごいね、うん。昨年でも見たことないような、うん。マジで興奮しましたね。すごい興奮しました、ね。もうなんか、うん、おわーってなりすぎて、最後の方なんか。あ、じゃあずっと吐きそうになって。おえってなって。みたいですね。
全然超えてなかったですけど。はい。で、前半が終了して。はい。はい。もういけるんちゃうかってところで。というところでね。盛り上がってたな。まあ、ちょっと立ち上がりね、ちょっと心配やったんですよ。でも、うん、後半立ち上がりにね、ちょっと失点してしまわへんかと。サンガのいつものパターン。ちょっと怖かったですよね。でもね、捉えちゃいました。うん、まあ、その前にちょっと金子選手がね、ちょっと怪我してしまいまして。ね、で、もうセンターバックね、アッピ選手退場して金子選手も、もう負傷ってなると誰もいなかったんですよね、ベンチメンバー。はいはいはい。で、急遽、宮本選手でしたか、はい、センターバック、ね、そうですね、うん、入りまして。で、ちょっとね、まだ慣れてなかったんでしょうね。浅田選手と宮本選手の2センターバックになってから、うんうん、まあ一瞬の隙つかれましたね。うん。アンデソン・ロペス選手。やっぱいいとこいますね。うん、やっぱり。シュートもうまいし。決定力ありますよね。2点取ってんのか、今日。そう、2点取ってます。なるほどな。うん、まあやっぱさすがね、得点王の、前進。利き足ということで すごい、ね、その失点してからですけどサンガもね、うんうん、巻き返して、うんうんうん、相手の陣地に攻め合っていけてたと思うんでいけてました ねそうしてるうちに、まあ、福田選手が抜け出して、はい、キーパーと1対1になったんでしたっけ1対1になりましたね、うんうん、なったところでちょっとファールをもらってねそうですね、うん、ドグソで、はいマリノスのキーパーが退場と退場しましたね、うんうん、その時が一番ウォーってなったらしいです。いや、たんちゃうかぐらいのね。うんうんまあ、これでやっと10対10でね、うん、逆転までいけそうな気がしました。そうですね。はいまあ、そこからね、安西選手とか福岡選手、うん、前のね、選手を投入して、うん、どんどんね、押せ押せムードになってはいたんですけど、うん、やっぱちょっと安西選手もね、最後、ディフェンスからね、いい形でボール奪って、うんうん、シュートまでっていう、うんうん、と決めきるだけっていうところはちょっと何分か覚えてないんですけど、うん、そういうシーンあったんですけど、あれ決めたかったあれちょっと決めたかったですね。守備は本当に分かったんで、うん、ただ決めるだけっていうところで、うん、まあキーパーのね、白坂選手も、うん、まあ周りの詰め方上手かったですし、うん、まあ安西選手ちょっと焦っちゃったんじゃないかなと、そうですね。思います。はい、ナイスキーパーでした、あれは。ナイスキーパーでした。うん、はい。僕ね、まあ、半沢選手外してしまったんですけれども、うん、まあ、試合中ね、もうめちゃくちゃ悔しがってたんですよね、めっちゃ悔しがってたね。うん、あれ、うん、地面めっちゃ叩いてた。そう。ああいう選手ね、なんか応援したくなるんですよね。うん、そうですね。うん。だから、将来ね、とんでもない大物選手になるんじゃないかな。そうですね。もっと、うん、もうちょっと時間見たいですね。あと今日は10分ぐらいの出場やったんで、うん、また20分ぐらい、もうちょっと見たいなっていうので、そうですね、あるんですけど。もうちょっと見たかったです、ね。はい。で、まあ、こんな感じで、試合の方が、3対2、2対3で、負けと。勝てなかったですけど、うん、まあ、頑張りましたね。まあ、選手たち、本当によく、今日、頑張ってくれたと思います。はい。うん。うん、まあ、良かったと思います。はい、まあ、負け試合から、勝ち試合になりそうな、雰囲気出てたんで、うん、まあ、勝てればね、一番良かったんですけど、うん、まあ、さすがマリノスさんというところで、勝負強かったですね。すごかったですね。しっかり決め切るとこ決めてくるんで、うん、パス回しもうまいですし、一人一人のね能力もすごい高いんで、うん、うん、やっぱまだまだちょっとサンガとは差があるかなと思います。まあ ACL やってますからね、3日4日前ぐらいに水曜日に ACL やってるんで、うん、ほとんどメンバーも変わってなかったんで、うん、うん、その中でねマリノスさんもしんどかったと思うんですけど、うん、確かに、うん、まあ切り替えて次ベルギー戦。一週間空いてですね。一週間空いて、二週間後。二、うん、週間後。平日アウェイですけど。はい。ね。まあね。来れる人は来てもらって。まあ、ベルディさんもね、勝ててないんで、うん、まあ、真剣に勝ちに来るでしょうし。そうですね。我々も勝ちが欲しいですしね。うん。うん。まあ、いい試合ができるといいですね。そうですね。うん、いい試合ができるといいですね。はい。まっちゃん何かありますか？まっちゃんの方、今日どうでした？今日？はい。いやもう、豊川はやっぱりもういつでも走り回ってるから。うん、もう、もういつでも聞いてますね、豊川選手は。豊はよう走るね。うん。どこでも走る。うん。よう走るし、うん。荒選手もね、すごい奮闘してくれてますんで、やっぱり真ん中かなっていうのは、思いますね。うん。そうですね。うん。うん、サイドじゃなくて、ね。そうですね。まあ、トゥーリオ選手も良かったですし、足元あるんで、うまかったです、うん。なんかちょっと見せてくれそうですね、これからも。うん。うん。ここからもっと連携が良くなればね。そうですね。楽しみです。まあ、ただ心配なのは、金子選手の、もしかしたら怪我と、うん、次の試合、センターバック、誰がやるか、問題。確かにそれありますね。早急にね、そこは、手こ入れしないと、まずいと思うんで。うん、はい。まあ、ちょっとベンチにもねセンターバックを置けるような状況にしてね、うん、本職のセンターバックをちょっと置きたいですね、うん、だから鈴木選手とか、うん、そろそろ見たいです。そうですね、はい、ということで、はい、
日は負けましたけど、はい、次は勝ちましょう。勝ちましょう、はい、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。お願いします。インスタとかツイッターもやってるのでぜひ頑張ります、はい、お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。